大変ご心配をおかけしております。そこをすごく重く受け止めております。ご質問をお受けしたい野と思村ホールディングいます。スはアメリカの顧客との取引をめぐり、およそ3100億円の損失を計上すると発表しました。アメリカにある野村の子会社は先月、アルケゴスキャピタルマネジメントとみられる現地の投資会社との取引をめぐり、扱っていた銘柄の株価が急落したことで多額の損失を受けました。野村は2021年3月期の決算におよそ2450億円の損失を計上し、純利益は1531億円と1年前より 29% 減りました。野村の場合、当初は2200億円程度と発表されていましたので、蓋を開けたら3100億円ということで、およそ1000億円近く拡大したことになりますよね。3100億円の損失ですから、痛手は痛手なんですけれども、そうです。3月期の決算でいうと、減益幅が3割で、配当も増配するということなんですよね。で、グループ CEO の、先ほど言った奥田さんは、海外事業を拡大する方針に変わりはないというふうに説明しています。アルケゴスがなかったら、80年代後半の、バブルの頃ですけれど、最高益に匹敵するような、そういう業績だったということのようです。そういうことなんですね。ただこれを見てみますと、アルケゴス関連の損失合わせるともう1兆円を超える規模なわけですよね。もう一個人オフィスを相手にして金融機関がこれだけの損失を被るというのはかなり額が大きい気がするんですが、そうですね、バブルが進んでいると見ていらっしゃいます？バブルは弾けた後じゃないとバブルってわからないっていうのは、これ歴史の教訓なんですけれど、バブルっていうのはシャボン玉のように破裂する、パンと。で、ビールの泡というのは非常に小さな泡で、これは静かにシポシポシポってなくなっていくんですよね。これフロスっていうんですけれど、フロス FRB のグリーンスパン議長が、リーマンショックの前の住宅バブル、これが破裂する前にですね、今の住宅、公共っていうのはバブルではなくてフロスだと、こういうふうに言ってた、先ほどの話、それほど見抜くのが難しいってことなんですけどね。問題はアルケゴスのような事例が他に出てこないかどうか、これ注意深く見る必要があると思います。そうですね。